にちは、ちかです。今日はラテンダンスの中でも超超簡単なダンスメレンゲに挑戦していきましょう。今までやってきたサルサオンワンスタイル、オンツースタイル、また、キューバンサルサだったりマンボ、バチャータ、あとサンバ、ランバダも前回ちょこっと出しましたが、それらがちょっと難しかったよっていう方はぜひぜひこのメレンゲに挑戦してみてください。バチャータと一緒ですね。1,2,3,4,5,6,7,8 すべてのカウントで足踏みをします。サルサみたいに1,2,3,stop,5,6,7,stop、 サンバみたいに1,2,3,1,2,3,1,2,3、まずチャチャもやりましたね。1,2,3,チャチャ1,2,3,チャチャ、ランバダも1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3、このカウントではなくて1,2,3,4,5,6,7,8、 ただただ足踏みをするだけです。なのであまり深く考えず歩く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 、ただただウォークです。そしてですね、バチャータと違うのは足が変わらないという点です。バチャータの場合1,2,3,4、 そしたら4の足がまた5出ました。6,7,8 8の足で1,2,3,4,5,6,7,8、 足がチェンジしてたんですけど、今回メレンゲの場合1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8、これカウントはですね、8カウントで1つのくくりにするとか4カウントで1つにくくりにするみたいなのはあまりなくて、ただウォーク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 回るときもそうです。1,2,3,4,5,6,7,8、 このように回っていきます。そうしましたらヒップの動かし方とつま先の体重のかけ方を説明していきます。右左右左普通に歩くんですが、この時かかとから降りないようにしましょう。横から見ると右足が上がってつま先で降ります。そして両方の足がついて今度左足のつま先、両方の足がついて右足のつま先、これを繰り返していきます。ワン、ツー、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 となります。そうしましたら次はこれにヒップを乗せていきます。右のつま先がつきます。でこの時に、右の骨盤ですね。右の骨盤を少し斜め前に持っていきます。そしてかかとに体重を乗せ替えながら右のヒップをクッと右側に寄せていきます。そして今度反対に今左足が曲がってますよね。左足の膝が曲がっているのでこのまま浮かせます。そしてポイントでついた時、この時左の骨盤が左側に落ちてます。体重を乗せ替えてシフトしながら今度は左側にお尻を持っていきます。1,2,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 
와. So 1 2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 
ステップに少し手が変わって上半身が後ろにのけぞるだけになります。
さっきは1 2 3 4 5 6 7 8、これが右足が今度ついた時、少し体を後ろにしてこの左手を右の肩に当ててあげます、はい、さっきよりも少し大きく振る感じですね、はい、そしたら反対、左足がついた時に今度右手を大きく振ってあげて左の肩にタッチします、はい、同じく右左右左ドゥンカドゥンカ、ワンツー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 、このようになります。そうしましたら3つ目のステップです。3つ目のステップは自分の前に V の字を書いていきます。まず右斜め前に足を出し、次左側、左足は左斜め前に出します。横から見たときに V の字なので、ちょうどまっすぐになっていると思います。この状態から斜め前、左足斜め前に出します。そしたらこのまま V の字なので、後ろ側、さっきいた場所にジャンプして戻ります。少し膝に負担かかるので、ヒールの方は無理をせず1、2と同じように歩いてください。大丈夫だよっていう方はこのままチョンチョン飛びます。4つ目のステップは今いる場所から少し横に足を出していきます。やってみます。1 2 3 4 5 6 7 8、これをしながら前に歩いて戻ってきます。まず右足の1を前に出します。1、そしたら2横に出して、3 4、そしたら次に戻ります。5、6、7、8 となります。もう一度1からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。少し早くいきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。横を向いてやってみます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。このままベーシックステップに戻る場合は、この1の足を左の足に揃えて、1、2、3、4、5、6、7、8。で、ベーシックステップに戻っていきましょう。